お、多分来た。あ、これはもう音声入ってる感じですかね。はい。はい。RTA in Japan をご覧の皆様、こんばんは。パリからやって、パリから戻ってまいりまして、ここからは日本マラソン並走の時間です。まず早速、勝者の自己紹介をいきましょう。では、世界王者の春風さんからお願いします。はい、元世界王者の春風です。はい、お仕事マラソンが終わり、ついにこの日になってきました。普段バクボン2とかやってるんですけれども、まあ、今日は日本マラソンということで日本の良さを伝えていきたいかなと思います。お願いします。はい、では私から ですね、はい、日本マラソン RTA 応募地点で世界2位のノレ139と申します。夏の RIJ ではフェノトピアで参加させていただきました。日本マラソンはアーリーアクセス初日から遊ばせていただいております。よろしくお願いします。最後に解説をしております。同じ元世界3位の09です。ステージ別の世界記録現在全て持っております。それでは早速始めていきましょう。本 RTA のカテゴリーは Any% フルマラソン、全てのコースを走破するまでの時間を競うカテゴリーになります。キャラクターを選んで T を決定した瞬間タイマーをスタートし、最終ステージのネオ人口でゴールした後、スコアボードを表示された瞬間がタイマーストップとなります。なお、キャラクターは10人いますが、性能差はないので、好きなキャラを選んで走ることができます。春風さんはレポーターのウェディ・ジョーンズ、ノレさんは人面犬ならぬ、懸命人のスヌグル・マエストロを選択していきます。それでは、スリーカウントとして出走していきます。3、2、1、始め始まりました。始まりました。まずは、このゲームの基本的なルールについて説明していきます。日本マラソン4人制のエリミネーション式レースゲームになります。4人同時にスタートし、遅れてカメラ側になったキャラから脱落していきます。最後まで残った人にポイントスターが与えられ、再スタートを繰り返してゴールへ向かっていきます。基本的に再スタートタイムロスになってくるので、できるだけ再スタートを避けるように走っていきます。再スタートを避けるためにですね、遅れるキャラクターが出ないように1のキャラクターを妨害したり、カメラ位置を調整して遅れをごまかしたりですね、あえてゆっくり走っていくことが RTA では重要になってきます。またコースの途中にあのように透明のアイテムブロックをしています。これに触れると食べ物が手に入ります。相手の妨害に使用する以外にも、食べることでスピードアップすることも可能です。両手に2つは持つことができるので、妨害とスピードアップ用に常に入手していきます。今春風さんが放ったのは熱水石メロン静かですね。1位を狙っていき転倒させるアイテムです。CPU が独走しないように調整用に常に持っておきたいアイテムです。他にアイテム、パイナップルバルーンというのがありまして、しばらく空中に受けるパイナップル型の風船ですね。ショートカットに使えるマップがあるので、その時点では持っておきたいアイテムになります。他はバナナです。他にあるのはバナナ、皮を投げすぎて後ろのキャラを妨害するアイテムです。まあ、この RTA では大抵の場合食べてスピードアップに使っていくことになるかなと思います。もう一つ毒キノコというのもあります。後ろへガスが出ていくアイテムですね。これ外れて食べると転倒してしまいます。使用するとその場に捨てていくことができますが、 CPU が拾ってしまうと事故の原因になるため、余裕がある時に食べてしまうか CPU が取らないように適当なところへ捨てていきます。そろそろノレさんの方が今2人ですね。これ今サドンデスに入っていきます。残りのキャラクターが2人になると、こうやってサドンデスに入っていきます。スイカかこうやって今踏んでるかのお邪魔アイテム大量スポーンが発生します。これでもたついて進むのが遅くなるようであれば、自分から画面が入れて早めにスタートする判断も RTA では決めることができます。綺麗ない。ノレさんがそろそろ見どころのジャンプに入っていきます。ここ滝をですね、うまく飛び越えて滝をうまく飛び越えショートカットするのがあるので、その前にリスタートを受けましたね。この右へ曲がったところ、滝をジャンプしてですね、一気に滝壺へダイブしてショートカットをするムーブを取ってきます。うまくいけばですね、次のリスポーン10秒ほどの短縮になります。どうだ、あーちょっと飛距離が足りない。ちょっとこれは再ジャンプでごまかしダイブですね。よし、こっちも調整します。ただこれはこれでラウンドが切れないということになってくるので、しっかり走って挽回していきたいところです。さあ、はい、さあ春風さんの方がまたダイブに入ります。ほっと動いてください。うん、成功かな。これはうまくうっそいきましたね。うっそだ。さあ、来ちゃいました。あ、まずノレさんの方がちょっと決定に言ってますね。これミニゲームといってですね、ラウンドが、はい、これちょっとラウンドが切れるとですね、こういうミニゲームがランダムで発生してきます。これ決定というミニゲームで、走者ランナーにキャラクターにですね、インタビューをしていろいろ人
軌道を上下しようというミニゲームですが、これ、アンティではタイムロスにしかなりません。しかもこれ55秒でですね、3種類あるミニゲームで一番ロスが大きいミニゲームにやっていきます。これ絶対に出てほしくなかったものですね。まあ、ちょっと出てしまったものはしょうがないので、ちょっとこの後頑張っていただきたいと思います。はい。はい。先ほど打ち合わせだと、はい、さあ、はるかぜさん、この滝の音ってジンジャーエリアに入っていきます。ジンジャーエリアに入っていきます。この後非常に狭い通路なので、できるだけゆっくり行きたいところです。ここの木の枝 CPU は非常にこれ苦手です。犬が押してくれたのでなんとかなりましたが、この鳥居のところからリスポンしてたので、これでロスは最小限ですね。ノレさんかなり響いてますね。さっきのミニゲームが50秒ほど差があるかなと思います。挽回していきます。はい、さあ、はるかです。はるかです。さっきもう CPU が1人押されてますね。で、無敵時間は一切ありません。あのようにスタート地点でもですね、バリバリ襲ってくるので、あの、開幕、スタート前に脱落してしまうということも十分あります。さあ、はるかぜさん、これで狛犬エリアですね。ここも柴犬が集団で襲いかかっています。柴犬集団で襲いかかってくると物理演算ではめられたりですね、あの、起き上がりを潰されたりですね、すぐに脱落する危険が大きい、結構危険なキャラクターになってきます。この階段を登るとゴールになってきます。このゴールの後スコアボードができます。ゴールしただけではなくスコアボードが出た瞬間がタイマーストップの瞬間になるので、そこだけ注意してください。ここでゴールしましたね。ここです。ここのスコアボードが出た瞬間がタイマーストップになります。これが8目タイムの方は4分半ですね。だいたい4分半取れていればかなりいいタイムと言えるでしょう。さあ、のれさんの方もやっと小前エリアに入ってきましたね。これで5分が切れていればミニゲームのことを考えればかなりいいタイムかなと思います。そうですね、これ5分10秒だったらまあなんとか、はい、うん。さあ、はるかぜさん、2コース目、村寺村へ入っていきます。英語では村テンプルビレッジというマップですね。ここでアクションについて説明していきます。このゲーム、ジャンプ以外にも2つアクションが搭載されています。1つはダイブ、ジャンプ中にダイブすることで、より遠くまで飛ぶことが可能です。もう1つはダッキング、頭をぶつけてしまう障害物を、このように頭を避けて回避していきます。このコース、最初にダッキングとジャンプを駆使で障害物を回避するエリアになってきます。ただ、こう CPU があのように、岩に払われてしまったりですね、あの、頭をぶつけてしまったり、あ、ま、なかなかついてきてくれません。これ大体2人になることが多いですが、ちょっとあの CPU がコースで持ってきました。これはラッキーですね。この後橋があるので、橋のたもとでリスポーン地点があるので、そこまで来れればですね、ロスは最小限かなと思います。今のれさんが2面スタートですね。大体差は30秒強ぐらいでしょうかね。もうちょい先行けそうですね。はい、はるかぜさん、ここで犬が、柴犬のサロンで引いてますが、ご利用してますね。この柴犬ですね、ラウンドが切れても画面に残ってしまうので、次のラウンドの自己応援に持ってきます。柴犬できれば早めに切って、切る判断をするサドンデスではありますね。今回の残ってますね。1個前に行こうと思ったら引っ張りました、はい。そうですね、ちょっとリスポン戻されてますね。この後の面で説明していきたいと思います。差がちょっとつづまってますね、多少。はるかぜさん、のれさんがここまでで CPU が結構2人残ってるのは結構多いですね。はい、さあ、はるかぜさん、この日本庭園エリアを抜けてですね、村寺エリアに入っていきます。このエリアですね、折り返しが、あ、ちょっとはるかぜさん、どっか詰まってますね。どうしたんでしょう。なんか引っかかりました。さあ、橋の先でリスポーンできればいいんですが、多分手前かな、これは。そうです、手前ですね。まあ、比較的ラッキーなリスポーンの部類に入ります。ここから村寺エリア入っていきます。村寺ですね、非常に折り返し地点が多くてですね、ちょっと CPU が混乱しやすいようになってきます。適当に切り捨てて、どんどん切り捨てていく判断も重要になってきます。ここ先頭を行く CPU がうまくドアくぐってます。そうで、これもピンクです、黄色の CPU ですね、あれちょっと壁に突っ込んでいく動きをしていきました。左の通路行きたいと思いますが、ああいうちょっと壁へ向かって突っ込んでいくムーブ AI もしてくるので、そうなってくるとうまく押し出してあげる か、切り捨ててもうラウンドを切ってしまうかという判断が必要になってきます。今回枯山水まで3人残ってますね。この先の折り返枯山水のエリアも CPU 混乱しやすいエリアです。ここちなみにここちょっと手前くぐれます。プレイヤー同士だと使えるテクニックです。おさあ、これです。あ、うまい。そう、 CPU 一人ついてくれました。あそこでですね、うまく越えられずに詰まってしまったり往復したりしまってしまうとですね、積みでこの先のリスポーンで切ってしまうんですが、うまく清水の答えまでやってきました。さあ、ここでうまく、さあ、そう、犬出てきま、犬出てきたので多分ここで一旦切りますかね、うん、はい。この先の坂のエリア、地味にリスポーンの間隔が長いので、
ちょっとここで、そうですね、4人揃えて坂を下っていく作戦ですね。またこの坂ですね、どうもですね、あの順位判定が厳しくてですね、あんまり離れていないなと思っているのにラウンドが切れてしまうことよくあります。慎重に順位を調整しながら進んでいきます。この屋台も自己用意なので、ちょっと今は CPU が前へ押してくれていたので良かったですね。あえてスピードセット解体するんですが、解体されずに残ってしまうと大きな事故用になってきます。とかってます。あれうまく来てくれたら、これ切っていきますね。多分あそこの車道の手前でリスポンするのかな。さあ、野れさんがだんだん追いついてきました。坂を下り切りますね。大体15秒ぐらいに来てますね。はい、さあ、春風さん、もうあれはあのスヌグル君は脱落ですね。さあ、春風さん、ここから村エリア入っていきます。村エリア、あのアイテムの供給が独特でですね、これ舞妓さんが持っているアイテムを突進して奪っていくことになります。的確に回収していくことが重要になります。またこういう大きなマンホールあります。これ落ちてしまうと即死即脱落になるので、 CPU を押し込んだりしないように注意していかなければいけません。でもかなり追いついてますね。ほとんど同じじゃないですか、これ。2人とも2人揃って大穴に入っていきます。この大穴を越えるとですね、もうゴールは目前。この辺り屋台がですね、たくさんあります。先頭、先を行く CPU が引っかからないようにですね、どんどん前へ押し出して、邪魔にならないように進んでいきます。さ、ちょっと、乗れさんがわずかに早い。シャドウへ出ました。このシャドウを渡ってしまうともうゴールすぐです。1ラウンドで行きたいところです。CPU が上行きたがるんですが、どうも、あんまり苦手っぽいんですよね。乗れさんがやや早い。これは2人とも1ラウンドで行けるでしょう。ここでゴールして、ゴールです。野れさんが3秒ほど早いかな。あー、はい。逆転された。ここまでのタイムが10分13秒、かなり早いですね。世界記録のペースは9分半なので30秒差というのは、あの、ミニゲームが一つでもう挟まっていることを考えれば大変良いタイムかなと思います。第3エリア、スーパー市場スイープに入っていきます。ここは見どころが結構あるので、大変面白いエリアですね。さあ、ここでリスポーン地点についてですね、解説を入れていきます。これまでラウンド終了時の位置と開始時の位置にズレがあった場面、いくつか見ていただいたかと思います。このゲーム、最後に通過したチェックポイントによって、次のラウンドの開始位置が変わります。勝負が決まっても、次のラウンドが開始するまでのロスタイムの間に走り続けて、チェックポイントを通過することで、次回のスタート地点を先のエリアにすることが可能になります。またチェックポイントを通過できずに次のラウンドになった場合は大幅に戻されてリスタートしてしまうため、サドンデスでは無理をして進むよりも自ら情報を得て早めに次のラウンドへ移行する判断力も RTA では重要となってきます。チェックポイントを通過したらできるだけ早めに聞きたいですね。チェックポイントにたどり着かずに落ちてしまうと前のチェックポイントで戻されてだいぶロスになってしまうので、さあ、ここで2人揃ってガラス運搬地帯へ突入していきます。このガラス運搬地帯ですね、先行する CPU 特に避けないので、ガラスで自分から突っ込んで遅れていってくれます。ここは後続との差が縮まる救済のエリアですね。さあ、2人揃って。そうですね、ちょっと野れさんがスイカ2つ持ててる分有利かなというところですね。スイカ今回、葉月が、はい。彼、脱落するときにあの羊の頭は犬の肉と言うんですが、なんでそういうこと言うのかわからないんですけれども。はい、では、この後ですね、12車線道路を越えて、エレベーター、ビルの屋上に入っていきます。このビルの屋上、エレベーターで行くんですが、このエレベーター、触ってさえしまえばですね、ビルの屋上でリスポーンできます。はい、こういうことですね。今、野れさん、うまく触って、動くのを確認して落ちていきました。これでビルの屋上で、リスポーンできてですね、エレベーターに乗っている時間ショートカットできます。このように特殊な仕様のですね、チェックポイントの分、うまく利用していくことは RDA では重要な短縮テクになってきます。はぁ、春風さん、決定出ました。これでミニゲーム数トントンですね。野れさん、今回かなりいいランができているのがわかるかなと思います。たこ焼きについてのアンケートを取っております。さあ、野れさん、ここからだいぶ8の字エリア抜けてオフィスへダイブしていきます。このオフィスエリア先に先行してショートカットルートを作ってあげると CPU そっちへ来てくれるので、このパーティションを押し倒して出てしまいます。成功ですね。この下ですね、ちょっと芝居のオフィスになってますね。謎のエリアです。このゲーム、芝居に渡る押してくるのがポイントです。ぜひ注目してみてください。野れさん、ここから観覧車へ飛び乗っていきます。梅田の駅のところにあるやつですね。
この観覧車の後、見どころの大ジャンプエリアにやってきます。ぜひお楽しみにしていてください。観覧車に、この穴の開いたゴンダに CPU 飛び乗ってしまうんですが、今回うまく登ってくれました。よし、4人で飛びますね。うっそー。これできっと正解してくれるでしょう。あー、謎の物理演算が発生してます。これ怖いところですね。ただ CPU3 人残っているので、運が良ければうまくダイブを決めてくれるかなと思います。くれるかなってとこですね。あー、でもラウンド切れてます。これちょっと管理者までからやり直しですね。あ、よかったよかった。あ、よかった。そうで、ここはジャンプ来ますね。こう一角のスライダーの角へ乗るとですね、大ジャンプを決めてスーパー市場のエントランスをすっ飛ばして食品売り場から始めることができます。さあ、うまく CPU の方が飛んでますね。これで、そうですね、これで CPU がもうちょっと前へ行ってくれればいいんですが、どこでリスポーンですかね。これはエントランスですね。ちょっとアンラッキーなジャンプでした。まあまあ、これからうまく走って巻き返してくれるかなと思います。このスーパー市場のエリアですね、ちょっと物が多いので非常に物理演算の事故発生しやすくなっています。できるだけ積んである商品など触らずに進んでいきたいところです。さあ、春風さんもここで2人ですか、2人なので多分切るかなと思いますね。ここで切ります。はい、というのもですね、観覧車のエリア止まっていることしかできないので、立ち止まっていることしかできないので、たどんでしになると全く避ける場所もないので、ラウンド切れるよ、ラウンド切れることが確実になってきます。ここで切っていきます。さあ、春風さんが、はるかてさんが迷路へ連行されています。これミニゲームの説明ですね。こうやって連行されて迷路へ連れて行かれます。これだいたい35秒ほどのロスになってきます。ちなみに1位の人に星が1つも、星スコアポイントが1つもらえるんですが、これあの RT では全く、これ RT では全くのロス、35秒ほどのロスになってきます。非常に痛い。のれさんがこの隙にフードコートに突入していきます。ここフードコートで、いや、CPU が左側へ行きたがってですね、テーブルに突っかかっていることはよくあります。これちょっと押し出して挑戦しなければなりません。ラズワル？さあ、春風さん、また良くない。床の抜けたゴンドラですね、CPU 避けてくれないので、このように全員押してしまうということもあります。春風さん、ちょっとここで切るんですかね。じゃあ、のれさんが、切れちゃいました。のれさんがカートの前でリスポーンしたかった。これはちょっとかなりのロスになってきます。 CPU この逆転の回転に合わせて動くというムーブ入っていないので、ロスになちょっとかなり大きなロスになってきますね。さあ春風さんジャンプに入ってきます。ここでうまく見せ場を作りたい。スピードが乗っていない。これ多分エントランスでリスポーンですね。あ、うまいです。あ、再ジャンプです。さあ、ジャンプもう一回やります。その隙にのれさんゴールに入っていきます。これかなり大きな差になってきます。1分半ぐらい差があるかなと思います。滑んない。さあ、これでジャンプ、あー、乗れてない。痛い。数少ない見せ場の一つ。さあ、のれさんゴールです。ここまで16分15秒というところでしょうか。16分15秒、だいたい世界記録と1分差ですね。やはり決定がちょっと響いています。かなりいいランをしているのはタイムで分かってくれるかなと思うんですが、やはり55秒のロスかなり大きく響いてきています。あ、ちょっとどうですか、春風さん。ちょっといや、もうなんか乱数がやばいっすね。乱数もなんか、はい、ぜひ皆様、春風さんにちょっと念を送っていただいて、乱数調整していただきたいかなと思います。さあ、のれさんが第3ステージ4ステージ目、川瀬に待ちたいと前半最後のステージですね、突入していきます。そろそろ皆さんも感じてきたかと思うのですが、日本マラソン、いわゆる勘違い日本をモチーフにステージが制作されています。ドラム缶がこうなってくるのも、なぜか海外でやたら人気がある風雲竹決勝でよくあったやつですね。ここまで川川は鴨川に淵になり、村寺は祇園、そして大阪の梅田とやってきて、ここ川瀬町は道頓堀をモチーフにしたステージになっています。変な翻訳、謎の看板、あちこちにあるので、ぜひコメントの方で突っ込んでください。ちなみに解説の好きなポイントは、 JR がジャスミン鉄道になっているところです。さあ、ここ川瀬に待ちたいという主なギミックは、武蔵シェフ、呼び込み、そして地震の3つです。前半道頓堀のエリアは地震が連続して起こり、看板が落ちてきたり橋が壊れたりします。 CPU 壊れた橋を飛び越えるのが非常に苦手です。ここは CPU が穴に落ちる前にですね、先行してこの先の階段下のリスポーン地点へ、ここですね、ここの地点へ先へ到達していくことが重要になります。さあ、こうやって穴にうまく乗れず、はい、落ちてしまいますね。これでまあリスポーンは確定なので、ロスは最小限になっています。
あの船も乗れるテクニックがあるんですが、ハルカさん多分使わないと思いますね。いや、最近使ってますね。ああ、使います。ちょっと船に乗るところも楽しみにしていただきたいかなと思います。ノリさん、ベランダのあたりまだまだ道具盛りを下っていきます。んそうですね、こうやってバグった CP を吸収しに行っていますね。大事な介護テクニックです。さあ、ノレさん、道頓堀をまだまだ下っていきます。このエリア、呼び込みと武装シェフが襲ってきます。呼び込み、柴犬と同じように CPU にビラを渡そうと駆け寄ってくるんですが、 CPU を突き飛ばす上にですね、突き飛ばして行動不能にしないといつまでも追ってくる非常にしつこいものになってきます。この辺、硬いんですね。突き飛ばそうとしても突き飛ばせないということがあるので、非常に嫌なキャラクターになってきます。さあ、春風さん、かわせましたと、やっと卒業しました。差がかなり2分ほどに開いているでしょうか。やばい。さあ、ノレさん、呼び込みを振り切って恵比寿橋にたどり着きました。ここファイヤージャグリング、いかにも危険そうなんですが、当たり判定ほとんどないので無理やりご利用しで進んでいきます。ここから自信があるんです。ここは広い街があるので、サドンデスがない以外進んでいけるんですが、ちょっと物が落ちてくるのでアドリブが必要になってきますね。この先、ゲーミングお好み焼き屋の看板があるところがリスポーン地点になってくるので、そこまで進んでいきたいところです。はいですね、そこまで。そうですね、ここ非常に長いエリアです。ここでリスポーンかけないとですね、この後地割れがのエリアがあるので、ここゲーミングお好み焼き屋ですね。ここまで来たかった、はい、ここでリスポーンできたらいいですね。これであそこの地割れが起きてスピードが見えていなければ成功です。あ、出ちゃってますね。この水道管を渡っていかなければいけないので少しロスになってきますが、これ飛び降りた途中にリスポーンがかかるとですね、飛び降りる時間とここの水道管渡り両方必要になってくるので、まあ不幸中の幸いといったリスポーンでしょうか。さあ、なんかまたスムーズに下ってレストラン地点へ突入していきました。なんかまた新しい謎物理があったんですけど、すいません、見ていませんでした。階段抜けました。はい。ああ、マジちょっと今回ですね、こんなレースは初めてというような状況になっておりますが、春風さんの方やばいですね、今回。やばいですね。やばいですね。ノレさん、さあ、ノレさん、レストランエリア突入していきます。このレストランエリアですね、CPU が障子やテーブルに引っかかることよく見えてきます。介護が重要になってきますが、武装シェフのバイタリティがすごい、テーブルを吹き飛ばして突っ込んできました。ノレさん、結構リスポーン地点がいいですね、今回。ほとんど戻されていないので。そうですね、いい具合に調整できてますね。はい、ここがうまく、ここはタイムが伸びているポイントかなと思います。案外乱数かなと思いつつですね、リスポーン調整非常に重要なゲームになってきます。春風さんはちょっとそれ以前の問題ですね。 AI が全然進んでくれないのでかなり厳しいですね。そう、はい。さあ、ノレさん、レストランエリアを越えてナイトクラブのエリアにやってきました。食ったら飲むというのは日本のナイトライフの基本ですね。このエリアほとんど障害物など障害物や起伏がなくてですね、安全なエリアにやってきます。これだけゴールまで一直線で行きたいところですね。さあ、この下のエリア、ここ上下に分かれているんですが、下のエリア何回目かの柴犬ポイント、柴犬用のバーになってますね。この後も柴犬ポイントたくさん出てきます。ぜひ注目してみてください。さあ、ここで3人残ってるのは非常にですね、サドンデスに耐えなくて済みます。多分行けますね。段差越えたらすぐです。もう多分この先ゴールです、はい、一番遅れている CPU は切り捨ててですね、この先1分1秒を1分1秒早く行けるようにしてくるのかなと思います。なんかすごい半ステージくらい差が開いてる気がするっていう半ステージくらい差が開いてます。多分2分から3分ぐらいあるかなと思います。さあ、ここで21分48秒、世界記録21分10秒、差が40秒ほどになっているので、だんだん縮まってますね。いい具合にできてますよ、はい、このステージ開始時から10秒ほど縮んでいるので、差がこれ、ノレさんはひょっとするとかなりいいタイムが出るかもしれません。出てるかもしれないです。はい、はるかぜさんは頑張ってください。ちなみにこのゲーム45秒台は非常に高タイムと言えます。45分台ですね。はい、そう、45分台ですね。45分台は非常に高タイムと言えます。はい、後半に入っていきます。1面のコース、安政を避け醸造所です。ここは山取県という山地に真田を作って稲作を行っている地域です。進んでいくとゲーム内のアナウンスで米作りについて教えてくれます。実質桜内姫かなと思います。途中に歩いているバックパッカーは他の観客に比べて重量があり、こちらが吹っ飛ばされることもよくあるため気をつけて進んでいきます。また接触すると非常にうるさいです。またこのマップ、農家がですね、アイテムを供給するときこのようにボックスを投げてくるんですが、これに当たると転倒を取られてしまいます。これ非常に痛いので、できるだけアイテムに頼らずに進んでいきます。
またここ棚田が広くてコースアウトはしにくい代わりですね、上下差が出てくるので変な順位判定が発生してくることがあります。このあたりうまく把握して走っていきたいところです。春風さんがまだレストランエリアが抜けられていない、抜けてない、うーん、そうですね、かなりもう3、もうがしっかり3分は差がある感じですかね。さ、野良さんがここ上のルートが取れなかったので下に行ってますね。下のルート、あの農家がいるのでアイテムがもらえるのはいいんですが、やはり転倒を取られる可能性が高いというのが痛いエリアになってきます。ここは上を取って安定が取りたかったところですが、今回無事に越えることができました。さ、ここからどんどん坂を下って住宅街の位置に入ってきます。この坂のエリアも CPU の挙動が読めないエリアでですね、うまく対応できるポジション取りが重要になってきます。これで、そうです、この屋根の上に乗るとですね、左逆からダイブしてくる CPU のムーブにも対応できるのでいいんですが、そうです、ここで切っていきますね。あれは多分もう助けられませんね。畑の前でリスポーンできるとすごくいいんですが、ちょっと届かなかったかな。さあ、春風さんが最終エリアです。芝居に襲われずにうまく逃げ切れと、あー、大丈夫です。それさんが、はい、舗装道路もつかの間畑のエリアへ入っていきます。この畑エリア、草むらにしか見えないんですが、コンバイがいるので畑のはずです。ここ背の高い草でですね、非常にプレイヤーがキャラクターが見にくいエリアにやってきます。見失っている間に芝犬に襲われるんですよね。芝犬に噛み殺されてですね、あの落ちて脱落ということもよくあるので注意していきたいところです。坂へやってきます。この坂も CPU 難所になってきます。手前の障害物に挟まれてですね、あの下っていけるといい、うまく下っていけてますね。ドレさん、この中間地点がちょっとリスポーン地点なので、ここは CPU を待ちませんね。あー、待てませんでしたね。勝手に落ちてしまったというか、はい、これでまあまあ距離はない。あ、もしかして上でリスポーンしてます。これそうですね、これでいいですね。まあこれでロスは最小限か、最小限と言えると思います。ここまでミニゲーム、あのルーレットも出てるのでかなりいいですね。皆様のお寄りが出ただけですね。で、うまい乱数を引いてますね。はい、さあ、のりさん、ここ坂倉エリア入ってきます。春風さん、やっとスタートしたところですかね、これそうですね、かなり3分ほど差があるかなと思います。さあ、のりさん、坂倉エリア入ってきます。ここは樽ですね、中にニトログリセリン80パンツの酒が入っているので、できるだけ触らないように進んでいきます。あのように爆発してしまいます。またここ、ご覧のように上ルートと下ルートがあります。上ルートの方が早い、当然安定していて早いので、上ルート通っていきます。また CP、この先ハンディタウンを登るのが非常に苦手なのでですね、どんどん先へ行ってリスポーン地点をどんどん確保していくことが重要なエリアです。逆立ちの上のモコモコしたものですね、はい、モコモコしたものですね、ジャンプ台になってますが、距離は稼げるんですが難しいので、できるだけ使わないで進んでいきます。制御が難しいんですよ、あの、うん、弾いて飛んでも操作ができないんで、うん、はい、うん、でこの先の階段があの折り返しになってるんです。あ、行けましたね、コンピューが苦手ですね、これ。今回うまくついてきてくれますね。これ先に行って多分棚の爆弾を崩してですね、これ棚が崩れるのでちょっと早くなることもありますね。今回あのピンクの CPU 非常に優秀な AI が入っています。どんどんついてきてくれてます優秀な AI ください。このお土産もですね、特に注意するところないので、壁抜けしてます。壁抜けしてます。あ、ここ壁抜け、よし、これ知らなかった。ぐるっと壁抜けしてますね。あれ、これちょっと初めて、ちょっと現象が出ましたね。春風さんの3つ目のミニゲーム、ルーレットに捕まってますね。春風さんの、あのアイテムルーレットに捕まってますね。これ15秒のロスです。しかもあのミニあのスロットマシンが障害物に残るので、それもかなり嫌なミニゲームです。ただ、野田さん、ここ実は壁越えるのが正規ルートなんですが、左から回り込んでいくの方が安定で別に遅くもないので、こっち取っていきます。このままジャンプ台を無視して、左の階段を通ってゴールへ行きます。タイムの方、27分 ?7? あ、6、8、9、10秒ぐらいですね。ちなみにここ世界記録のランがですね、27分なので、ちょっとこれ、ひょっとするとひょっとするかもしれないなというところに行ってきます。そうですね。ちなみに世界記録のランの方ですね、記録40、はい。世界記録のラン、記録43分10秒。出たミニゲームがですね、わずかスロット1つという非常にいいラン数を引いているので、今回あのスロットより30秒ほどロスが大きい決定引いてこのタイムというのはちょっと驚くべき構想かなと思います。すごく運がいいです。
さあ、ドレさん、ここからですね。はい。最難関コース、スチーミーモンキーズ、高温多湿動きに入っていきます。栃木県の日光市がモデルです。このコース、CP の脱落事故が非常に多いです。常時お祈りの方をお願いいたします。さあ、まずこのコースのギミック、常時猿が飛びかかってきます。猿は頭上に飛びついて、永遠後ろへバナナ投げつけていくので、大きな事故になっていきます。できるだけ早めに突き飛ばしてですね、行動不能にしていきます。乗られてしまった場合は、できるだけ隅っこの方へ走って、後ろを走ってですね、後続に行かないように走っていきます。さあ、ここ落ちる床ですね、 CPU 非常に苦手です。またこのエリアですね、リスポーンチェックポイントの間隔が非常に長いというのも嫌なエリアですね。しっかりこのように結構漏らされてしまいます。さあ、はるかでさんはまだまだ酒蔵エリアが抜けられておりません。さあ、ノレさんが金の猿像に取り掛かりました。この金の猿像ですね、2回ジャンプがあるんですが、この後までの最後のリスポンシティになってきます。ここを一発で突破しないと、かなり1分近く戻されてしまう。ここを一発で突破したいところですが、ここ落ちてしまいましたね。あの金の猿像までしっかり戻されます。ロストはまあまあ少ない方かなと思います。20秒ぐらいですかね。このようにですね、チェックポイントの管理非常に重要なゲームですが、管理しきれないところもかなりあるゲームです、皆さんのお祈りが重要になってきます。さあ、ここまで、ここの怖い看板がチェックポイントなので、ここまで来れるとですね、もうジャンプを回避できます。こういうことですね。今回いい管理ができています。さあ、ここから日光名物いろは坂へ入っていきます。ここ CPU はインコースを攻めすぎて落ちていくことがしばしばあります。今落ちましたね。ああいうことです。あそこのちょっと広い柵のあるエリアがリスポーンポイントになってくるので、 CP を待つ場合ここを利用して進んでいきます。ショートカットしようって狙ってますね、 CP が。さあ、ここを飛んでここの先まで行きたい。あそこの後流氷あたりがあるんですが、そこの手前でリスポーンできるといいですね。あ、大丈夫だ。あ、まあまあロスが少ない方のチェックポイント見たよ。さあ、決定2回目、これで55秒のロス決定。はるかぜさんはここで巻き返しておきたい。いいペースですね。はい。ここまでいいペースで来てただけでですね、かなり残念な決定になってしまってます。いや、多分あれですね。怖いの前に行けるかどうかが微妙ですね、この時間で。ちなみにこの右下ですね、猿がストリーミング配信してます。非常に賢い猿です。RT in Japanもですね、きっと参加してくれてるかなと思います。さあ、はるかぜさん、ここでムシムシザルに突入していきます。このムシムシザルですね、リスポーン地点が遠いというのが主なロスポイントなので、逆に言うとリスポーン地点さえですね、うまくたどり着けてしまうと非常に高タイムが出るステージでもあります。ここ乱数に期待したいところです。どうぞ皆様お祈りしてあげてください。流氷エリア来ました。ノレさんがこの後、はい、流氷エリア突入していきます。この流氷エリア CPU が飛び込むのは非常に苦手です。このゲームですね、3回同じところでリスポーンがかかると次のリスポーン地点へ強制的に移動するというシステムがあります。場合によっては自殺してですね、それを利用していくことも重要になってきますが、今回一発できます。高乱数です。できました。抜けるんすか。そこ難易度一発で抜けました。今回ですね、今回ハズキの AI かなりいいものが入っています。ただそうですね、このように今さあここに一回切っていきますね。来ました。はい、はい、ここ平らなので犬がいつまでも追ってきます。そのあたり考慮してのラウンドのリセットかなと思います。あ連続スロットですね。連続スロットです、これで15秒のロス。先ほどから1分無駄に過ごしています。さあ、はるかぜさん、いいところでリスポンできたのかな。これは見てなかった。悪かったですね。それでがっつり戻されてます。1分近いロスかなと思います。CPU が、よし、2人ついていきます。このまま、いろは坂まで、いろは坂を一気に突破していきたい。のれさん、この後温泉にジャボンと使っていきます。さあ、ちょっと、はるかぜさん、何か恨み事でも言っていただければと思います。そうですね。いや、これが日本マラソンです。そうなんです。これが日本マラソンです。運に流されます。そう。この間44分20秒台出せそうだったんですけど、ネオ人口で決定引いて、日本マラソンだなって思いました。はい、さあ、森さん、ここで切っていきました。この後、はい、ここですね、リスポーン地点の間隔が非常に長いので、ここで切って4人で進んでいきたいところです。まずスライダーに入っていくんですが、このスライダーですね、このスライダー滑り切るまでリスポーン地点がなくてですね、
これここ一人でここ滑り切ってしまわないと先ほどのくぐるところと下のリスクまで戻されてしまい1分近いロスになってきます。あそこで切るのが正解です。さあここですね、 CPU がうまく滑ってきてくれていないのでかなりちょっとうまくいっていないです。なんとかサドンデスが起きる前にですね下り切ってしまいたいところです。ちょっとここでも取れないで起きちゃってますね。ここでちょっとこれは下に降りて折れてるのかな、 CPU が降りてたうまくいきました。あそこここでいけないと途中でもたついたのを含めて1分以上のロスになってきたのでかなり痛かったです。ここスノーボールヒル雪玉が押してきます。ここもですねリスポーン地点遠いので非常に嫌なエリアです。アイテム回収しつつですね時には雪玉に自分が当たることも検討しながら行きます。ちなみに坂道ですね一般的にここ小ジャンプを繰り返すことでちょっと早く進めるので順位調整には非常に有効なテクニックになってきます。これラストまで行けますね。はい、ここラストまで一人で行けそうです。このバス駐車場のエリアまで来たらもう少しすぐですね。ここ障害物だし障害物はあの雪だるましかないのでこの雪だるま触らないようにだけ進んでいきます。ちなみに猿ですね、うわーちょっと猿で演座を見誤ったか。ここで切りたくはなかった。ミニゲーム出ないでくれさあ出ない、うまくいった。あもうこのままゴールですはい、このままゴールです。タイムの方は34分15秒。ちょっとですね、かなり離されていまして、世界記録から2分遅れとなってます、ここまで。やはり、あの決定からのアイテムスロットがかなり痛かったかなと思います。そうですね。はい、春風さん、うまく下れていまして、これぐらいの速度で下っていくのが理想かなと思います。スノーボールヘルツにしていきます。ちょっと1個先のリス行きたいですね、これ。はい。でここ実はかなり長いんですが2箇所ぐらいしかリスポーン地点がないので、はい、耐えながら進んでいきます。さあ野れさん、第7ステージ人工駅ステーションに入っていきます。このコース全館新幹線の上を走り抜け、後半地下鉄へ乗り換えて千葉屋へのスクランブル交差点までを上がります。新幹線コースが狭くて脱落しやすいので熱追跡メロンが使いにくいです。先行してアイテムを確保しつつ CP を調整していきます。さて最近の日本マラソンの動向なのですが、 RTN ジャパン当選後走者の方増えておりましてですね、この数日の間もいくつか新しい記録出ております。あまた今プッシュというカテゴリー、ご覧のようにミニゲームありのルールになってきます。運要素で数分単位の差が出てくるので、ミニゲームなしのカテゴリーやゲーム全体のスピードが速くなるターボモードありのルールが新設されたりとですね、発売した3年以上経過した今も熱量のある作品になっています。作業によって野れさんがここは車両あたりに入っていきます。この車両あたりも CPU 苦手なポイントなのでお祈りをいただけるところです。このようにあそこのフェンスが途切れたところに突っ込んでいければいいんですが、もう一回渡らされますね。ちょっと届きませんでした。スロットしました。スロット、このスロットが多分下へ落ちてくれるので障害物としての役はあんまりなさないんですが、いいですね。ここちょっと CPU がスイカを持ってしまっているのがちょっと嫌なところです。空中撃墜が非常に嫌ですね。葉月さんついてきてくれます。さあここから先の電車に乗り換えていきます。乗り換えに使用するのは当然この義車を使っていきます。新幹線でずっと速い牛さんです。さあこの背中を渡って乗り換えをしていきます。ここ観客は自己用意なのでどんどん近づいていきます。さあこれで乗り換え完了です。さあ春風さんちょうど終わってますね。さはい、ムシムシザルがようやく行きますね。はい、だいたいマジで3分くらい差があるのでそうちょっと野れさんを呪うより他ないという状態になっていますが、逆に自分の太さが全部そうですね。そう、はい、野れさんがね、野れさんの構想に伝わっているかと思うので必要な犠牲かなと思います。さあ野れさん駅に到着しました。この駅ですね、本来はこの左のプラットフォームへ降りていくんですが、ここ線路を切ってですね奈落の方へ落ちていきます。この先です、黒い塊があります。ここ奈落に見えるんですが、実は下に床があるのでですね、この床を、リスポーンかかっちゃってますね。ちょっとここ先行した判定ですかね。ここからもですね、俺が使います。はい、ここからも奈落へ飛び込んでいきます。ここ奈落ですね、奈落に見えるのが実は下床がありましてですね、下の通路へ直接出ることができます。ん？あ、これ落ちちゃってますね。
ここは CPU の構想に期待したいところです。ここの改札ですね、キャラクターと同じ色の改札しか通れません。これかなりでかいリスポーンになりますね。あ、これちょっとドレさん、これミスりましたね。やばいっすね。ちょっと攻めすぎました。その隙にハルカテさんが牛へ乗っていきます。これで牛抜ければ、エアジーバリバリの牛に乗って頑張っていきたいところが、この牛の上容赦なく犬が出てきます。本当にこのゲームの芝居にはバイタリティがすごいですね。のりさん、ここからですね、地下鉄に乗り換えて芝居へ向かっていきます。芝居へ行って電車ですね。CPU どこへ行ったんですかね、行ってるんですかね。CPU が、あの、線路で引かれちゃってますね。ああ。引かれなかったです。これ、電車の中でリスポンできると、すごくいい。リスポンできました。これでロスなし、ほぼロスなしですね。さあ、この電車の中ですね。電車の中にも芝居にいます。これを早めにですね、突き飛ばして CPU が噛まれないようにしていきたいところです。日々の楽しみにする人も、はるかぜさんの方は奈落ダイブへ向かっていきますね。本来ここ下の通路で出るんですが、さっき言っていただいたようにですね、結局上の正規ルートといっても下のルートでは空いていくので、ここ下へ出るとショートカットになります。さあ、のれさん、芝居の駅に着きました。ここから改札へ向かってきます。下にここエスカレーターあるんですが、ここはあのどれ上りに乗ろうが下りに乗ろうがスピード変わりません。気にせずに進んでいきます。この回ちゃんとキーを選んでいますが、ちょっと CPU の方色違いますね。ここで詰まりやすいので開くのが待ちましたね。この改札を通ってしまうと、次駅中を通過してすぐスクランブル交差点出ていきます。これでリスタートかけるのかな、落ち着いていくのかな。このまま突っ込んでいく狙いですね。はい、ここスクランブル交差点に出るとですね、一気にカメラが空撮になります。このカメラ状態になってしまうとですね、非常にリスタートかかりにくいので、これから強引にゴールを狙っていきます。はるかさん、これでここから地下鉄に乗っていきますね。この地下鉄ですね、ちょっと時間でドア閉まってしまうので、できるだけみんなで揃って乗っていかないと遅れてリスタートかかってしまいます。今回3人乗れているのでかなりいいですね。はい、のれさん今ゴールしてます。これでタイムは40分23秒。ちょっとまし、46分ぐらいでいければいいぐらいですね。そうですね、だいたい5分から6分ほど次の最終面にかかるかなというのが相場なので、46分切っていきたいところです。皆さん、ご応援お願いいたします。春風さんの方はまだまだ苦しんでいるようでございます。最終ステージ、ネオ人口にやってきました。このステージ、走者が巨大化した状態で走ることになります。もちろんですね、RTA 走者の方巨大化しておりません。野瀬さんのご実家がですね、踏み潰されているということはございませんので、ご安心ください。はい、はい、まずは道なりに進んでいきます。途中に歩道橋が複数あります。 CPU が引っかかっていくことも多いので、脱落しないように調整しながら進んでいきます。あと途中の車ですね、踏み潰すと人気10上がるんですが、まれに抵当してしまうこともあるため、あまり触れないように進んでいきます。あとこのネオ人口の数字、このようにフルーツトラック、コンテナの上に乗って供給されます。あれバラバラになって障害物になってしまうので、できるだけ触れないようにしていきたいんですが、アイテムがどうしても必要になってくるのでですね、 CPU が通らないようなルートで破壊していくことが必要になります。アルカジさん、どうした、アルカジさん、何が、リスポンかかんないって言った通り、かかってます。リスポンかかっちゃってますね。あれかかんないかもですけど、はい、あのたまにかかります。ここなかなかないんですが、あんまり差が開きすぎると普通にかかるので、そう、気をつけてください。ちょっとレアな映像が見れてますね。ここの通常カメラ映像ちょっとレアです、スクランブル5点の。まあこれ見せたくて、よかったです。はい、さあ、のれさんがですね、ここ新幹線エリア横断になってきます。ここものすごい過密ダイヤ、うわ、出た、間がない新幹線、謎のあれ、横っ腹から吹き飛ばされると、あのようにほぼ確実に一本かかってしまうので、非常に嫌な車両でしたね。さあ、ここから高架道路を渡っていきます。今回ロスなしのリスポーンなので非常にいいですね。今回リスポーン調整のれさんですね、確か
全ステージをです、確か全ステージを3回リスポーン受けてですね、どんどん、全リスポーン地点を明らかにするという調査をしているので、その研究の成果が実っているかなと思います。ヨーヨーパークへ入っていきます。このヨーヨーパーク、特に難しいところはないんですが、CPU このようにですね、突っ切っていけるところでも道なりに進んでいってしまいます。マップアイテムで調整していきながらですね、CPU の差が開きすぎないように調整していきます。この池も真ん中を突っ切っていきます。アイテムうまく回収してますね。リカで調整します。はい。ああ、外した。調整していきます。そう、このスイカ、精度が微妙になる上にですね、前に吹っ飛ぶのか後ろに吹っ飛ぶのかわからないという点でも信頼性の低い、いや、信頼性の低いアイテムです。これしかないので使っていきます。さあ CPU、さあ、ノレさん落ちてしまいましたが、CPU は構想してますね。日本マラソンで非常に気まずいシーン、CPU だけ構想です。今回、あの CPU かなりいい AI が入っていますので、どんどん合流していきました。これでネオ人工ドームの手前でリスポーンできるかなと思います。もうネオ人工の入り口周辺 CPU 謎の挙動を非常に多くしていきます。真後ろ走っていったり、あのように左へ突っ込んでいったりですね。壁抜けを見ていきます。今回全員パッパラパーですのでね。ここを早めに切っていく判断ができたのは非常にいいかなと思います。さあ、同じところから行きます。ちなみにあのバスの上に腹ばいになって罪というのもよく見るシーンです。ちなみにこのネオ人工ドームですね。このようにプロレスの興行を行っております。 1.4 の東京でも今年も楽しみですね。この後はビルのドミノ倒しのエリア入っていきますね。ここ CPU を先行させないとですね、ちょっと CPU なかなか行ってくれないのでダメでした。ちょっと今回隙間へ滑り込んでしまいました。あんまり良くない感じですかね。多分ガラス割るところからスタートかなと思います。この斜面実は滑り落ちないんですが、ちょっとここ登ってくる判断 CPU 遅い部分があるので、そこの点でちょっと遅れが出てますね。さあ、ここからゲーセンへ突入していきます。なんでも1人で2人プレイをする人がいるとか噂ですが、はい、この先メイドカフェになってきます。ここバグポイントなので、そうです、ここバグポイント CPU をこうやって壁に向かって走っていくのを押してですね、前へ進んでいきます。ここ、ああ、また引っかかって、これ多分最後できませんね。ここ切っていきます。はい、あそこの立橋じゃない、あそこの橋の手元でリスタートになります。あそこ実は CPU が壁に向かって突っ込んでいくシーン非常に多く見られてですね、あの、積みポイントになってきます。バグが起きてしまうとですね、錯乱というバグ防止システムがありまして、進行しない状況を簡単にすると、錯乱と黒画面に大文字で2文字出てですね、強制的にリスポーンがあるシステムがあります。これもですね、10秒ほどのロスになってくるので、あのようなバグポイントも避けていく避けていく欄が必要です。ここ CPU がうまく先へ飛んでくれています。このわちゃわちゃした男の前を通ると、鉄道空港まですぐですね、鉄道空港の滑走路が、これはその直線になってきます。はい、ここ建物を抜けて CPU まだ来ています。ラストの直線、ここ45分54秒、46分、一桁です。あー、リスポーン勝ってます。そう、サドンデスでですね、あの、トラックよりでかい柴犬が出現しています。あ、長い、リスポーン遠い。これは痛いリスポーンでした。辛い。このゲームですね、あの、ここもちっちゃい、ここで、実はここでですね、柴犬のサドンデスがあるとですね、あのちっちゃい芝居と大きい芝居のコラボレーションが見えます。非常に可愛らしい一シーンです。ここラストの直線です。はい、ここラストの直線です。はい、このジャンプしてスコアボードが出た瞬間がタイマーストップです。ゴールしてもまだタイマーストップではありません。またここ進行不能バグもあるので、確実にゴールラインを切っていかなければいけません。そこも注意したいところです。ここでジャンプしてオッケー、これでゴールになりました。ここでスコアボードが出てタイマーストップがここです。46分44秒、ただ47分切れているので、まあまあスピードランの形にはなったかなというタイムです。春風さん頑張ってもらいたい。あの、今自分い、はい、いないです。あ、春風さんちょっと春風さん今ドロップしてますね、これ。休憩中です。はい、CPU 構想してくれてます。はい。頑張って。多分橋の前で。はい、ね。そうですね。あそこの橋ジャンプからリスタートですかね。そうですね。はい、ここまで戻るの結構戻りましたね。はい。いや、ここがリックできない。はい。はい。実はちょっとここで小ネタというか、危険なバグなんですが、このゲームですね、あの、最終面のゴール地点にバグがありまして、さっきジャンプしてゴールに突っ込んだの見てもらったと思うんですが、あそこ誰もゴールできずに、
通過した後し死んでしまうということがあるんですね。そうするとゴールの中でリスポーンして CPU ゴールしたものと認識して動かないという状況が出てきます。こうなってくるともうゴールすることはできないのでリスタートをかけるしかないという状況になってきます。これ非常に痛いので確実にゴールラインを切っていくコントロール重要になってきます。さあ、春風さんもそろそろゴールですね。大小の犬のコラボレーションを見ながら大あれあ使っちゃってる。これ気にしてますかね。待ちますか。あーリスポン買っちゃった。いや大切るのがやばいっす今。多分切ったら多分バグが発生しそうな感じしたんで。あーなるほど、待ったかなと思うんですが、さあここで飛ぶ。さあ48分20、21、22、27秒が記録です。ミニゲームが異常に出た割にはかなり良かったかなという感じかなと思います。そうですね、今日の朝の打ち合わせの時は49分をやっと切ったというような記録だったので、はい、今回ちょっとノレさんがですね、はい、結構いいランを見てくれたかなと思います。リスポン調整が重要なゲームでした。はい、はい、ではここで完走した感想ですね伺いたいかなと思います。ではノレさんからどうぞ。はい、はい、今回の記録はですね、自己ベストと比較するとちょっと2分近くは遅いんですけど、まあ、いつもの日本マラソンという感じの走りでしたね。あの他にもいくつか RTA 私走ってるんですけども、まあ、決められた動きを正確にこなす RTA と違ってですね、日本マラソン常に毎回状況が変わるタイプの RTA なんで何度やってもやっぱり楽しいですね。今いろんなアクシデントあるんですがそれを含めて、楽しく走ることができました。ありがとうございました。はるかぜさんの方も感想した感想を伺いたいなと思います。はい、もうやっぱりあれですね、日本マラソンって感じですね。はい、まあ、結構いろいろとラン数も広いラン数引いたりとか、あとは結構謎物理今回引いてたので、まあそういう風なのもあるゲームなのでデバッカーの方とかもぜひやった方がいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、日本マラソンの厳しさ楽しさ両方見せられたかなと思います。ではここで宣伝です。今回走らせていただいた日本マラソンですが、現在 Steam、Switch、PlayStation 4、Xbox と各種にて好評発売中です。Steam は現在ウィンターセールに突入しております。なんと 60% オフの608円。 Switch も PS4 も現在セール中ですので、お手持ちの機種に合わせてどうぞ購入をご検討ください。なお RTA であればロードが速い Steam 版、持ち寄ってみんなで遊ぶのであれば Switch 等のコンソール版をお勧めしております。で、野瀬さんから宣伝があるそうで。はい、では私から RTA についてですね、日本マラソンは発売から3年経過しましたが、今になりまた RTA が盛り上がりつつある状態です。先日ですね、私が日本マラソンの RTA のモデレーターに就任しましたので、興味がある方はぜひ走っていただけるとありがたいです。今回のレギュレーションとは別にですね、ミニゲームが発生せずに実力者の出やすい運要素の強少ないカテゴリーもありますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では次、春風さんの方も何かあれば。はい、まあ、日本マラソンは本当に50分で走れるゲームなので、まあ、あと今は安いのでぜひ買ってください。まあ、これからもまだ RTA ジャパンというマラソンというよりも駅伝みたいな感じのイベントは まだまだ続きますので、ぜひ最後まで一緒に見ていきましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。実はこのこと制作者の方が見てくるらしいので、一応ちょっと挨拶だけ。アミー、ハズキ見てる、出てます。はい、では最後になりますがですね、日本マラソン終わっても RTA ジャパンまだまだ続きます。この後はファミコン版のキテレツで、キテレツです、キテレツ大100回です。はい、はい、キテレツ大100回やります。お楽しみに。ではこのまま視聴続けていただいてお楽しみください。それではありがとうございました。出ました、はい、銀ゆかさんが行く。はい、ありがとうございました。むちゃくちゃや。